明けましておめでとうのございます。みほとけです。ナム。さあ皆様、年末年始いかがお過ごしでしたでしょうか。本年一発目の動画ではこちらを行います。2020年もう出ておくべきお寺トップ3。まあ今から紹介するのは初詣に限らず、1年を通して2020年だから行ってほしいっていう寺です。ぜひ皆様参考にしてみてください。どうぞよろしくお願いいたします。早速いきましょう。第3位は両国にある恵光院です。両国駅から歩いてすぐにあるお寺さんです。ネズミ男の墓があるお寺なんです。ネズミ年だけに縁起がいいですよね。ね、まあ、恵光院は相撲の町両国にあるということで、力塚とこうデカデカと書かれている石碑があったりと、相撲とものすごく深いつながりのある寺なんですけども、その中にあるネズミ男の墓、実はね、ネズミ男実在した人物なんですよ。その名もネズミ男次郎吉。彼は盗みをする時に大金持ちの家を選んで財宝を盗んでは貧しい人の家にお金を配ってたらしいんですよ。まあ、そんな優しい泥棒いるかということで、江戸時代の庶民に大変親しまれました。彼のお墓にはね、金運だったり盗まれなかった強運だったりあやかろうということで、多くの方が参拝に行くんですけど、その参拝の方法がちょっと変わってまして、墓石の前にある石を削るんですよ。その削った骨を持って帰ると金運だったり強運のご利益があると言われてます。もともとその江戸時代の庶民がネズミ男の墓そのものを削ってたんですって。ただあまりにもみんなが削るから、このままだと墓がなくなっちまうよということで、墓の前に削る用の石を置いて、今ではちゃんと皆様公式に削って大丈夫になってます。魔法の粉を求めてはいかがでしょうか。第2位、牛込柳町にある京王寺さんです。ここには400年間火災の多かった江戸の町にいながらも火事に飲まれなかった大黒天さんがいらっしゃるんです。大黒天とネズミ年のネズミってすごくゆかりが深いんですよ。大黒天ってインドで生まれた破壊の神シバ神っていうものが由来です。シバ神の分身として描かれたのが、顔が3つ腕が6つのめちゃめちゃ怖い姿だったんです。怖い大黒天が仏教に取り込まれて中国に伝わってくると、優しい顔、五穀豊穣、財産守り、台所守りとして親しまれたわけですね。中国ではネズミをいい獣として扱っていまして、なので台所を守ってくれる大黒天の使いの獣としてネズミがいるっていうお話が中国で生まれました。なので中国の古い家庭とかにはこの大黒天とネズミが描かれた絵があったりするんですって。仏教に乗っかって大黒天が日本にやってきました。その時に何が起こったかというと、日本に仏教が伝わる前からいる神様、大国主の御事、彼と同一視されるようになったんですよ。まあ、それは何でかっていうと、大国主の御事、大国、音読みすると大国、大国が大国の大国と大黒天の大国とごちゃになっちゃって、仏教からやってきた大黒天と日本に昔からいる神様大国主の御事は同じだと、見られるようになったんですね。そんな中で大国主の御事って、古事記によると大国主の御事は火に囲まれて命が危ないってなった時にネズミが現れて助けてくれたおかげで命を拾ったというお話が載ってるんですって。なので大黒天にとってはネズミは使いの動物であり、命を助けてくれた動物ということで、大黒天とネズミはものすごい相性がいいんです。はい、ということでネズミ年の2020年、大黒天にはお参りしておくべきなんですよ。で、私がなぜこの京王寺さんをおすすめするかというと、まあ、この京王寺さんにいらっしゃる大黒天、400年間火から逃げてきたということで、すごく縁起のいい大黒天様でいらっしゃるのはもちろん、これちょっと普段見られない秘仏なんですよ。だから秘仏の代わりにお前立ちと言って代わりに拝む大黒天がポツンと置かれてるんですけど、これが日本で数少ない大仏師松本明慶さんの作品なんですよね。これがほんとすごいのよ。めちゃめちゃ素敵な丸ごちとね、っていうね、尊いお姿をした大黒天さん、まあ素敵なんですよ。でこの松本明慶さんの作品は何年後かな、将来的には必ず文化財に認定されるのではないかと言われております。なのでぜひね、今のうちにこ
近で見てみてはいかがでしょうか。今年の4月8日、住職のハピネス観賞さんとみほとけトークショーを行います。ぜひ皆様お越しください。詳しくは概要欄からどうぞ。さあ、第1位、京都にある33間堂です。千手観音が千一体ずらーっと並んでいることで有名ですね。ネズミ年は千手観音の年でもあるんです。それぞれ干支ごとにその生まれ年の人のための守り本尊っていうのが決まってまして、今年ネズミ年の守り本尊千手観音さんなんですよ。千手観音さんっていうのは手がめちゃめちゃあるんですけど、そのめちゃめちゃある手には目が一個一個ついてるんですよ。めっちゃ目とめっちゃ手がついてて、まあ、我々のことをよーく見てくれているし、助けの手をニョキニョキと差し伸べてくれる、そういう菩薩様です。なのでね、今年1年間無事に過ごせますようにと、ちゃんとこうしっかりご挨拶しておくとご利益あるんじゃないかなと。中でもこの千手観音ってね、教科書だったり資料集だったりよく見るから見た目はね想像つくんですけど、とにかく作品の数が少ないんですよ。なのでもうここはドメジャー、日本の誇り、一番千手観音が集まっている場所、33間堂をおすすめします。まあ、京都に修学旅行だったり、まあ、旅行で行ったことある人は一度は訪れてるんじゃないかなと思います。バーッと横118メートルある本堂ところにひな壇のようにね10列千手観音が並んでいて、それが横にずらーっていらっしゃるんです。もうこれは息を飲みますよ。圧倒的美しさ。千手観音さんのご利益ね、1体でもすごいんですけど1001体いるわけですから、33間堂のご利益の力はすごいと思いますよ。ネズミ年生まれの人はもちろん、そうじゃない人も今年1年が何とかお願いしますということをご挨拶しに行ってみてはいかがでしょうか。さあ、2020年も出ておくべきお寺トップ3いかがでしたでしょうか。2020年、ぜひぜひみほとけもこのまま変わらず邁進していきますので、 YouTube 更新も頑張ります。本年もどうぞよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ナムー。